坂木原正澄は、江戸時代中期の大名。張馬姫路藩第四代藩主、越後高田藩書大藩主、坂木原家九代当主。ただし、創生後に、伊母帝の坂木原正栄が身代わりで擁立され、公式には、同一人物とされた。教皇二十年、姫路藩主、坂木原正峰の長男として生まれる。聖母は、谷口氏。陽名は、熊千代。 小平太。父が、吉原での乱行を咎められ、将軍、徳川義宗から隠居を命じられたため、官邦元年10月13日に7歳で家督を継ぐ。同年11月1日、姫路藩から高田藩に国替えを命じられた。父に対する懲罰と、幼少の藩主では、最国の要である、姫路藩主は務まらないとしての天保である。 国高は15万国で天保前と同じであったが、雪深い北国であり、また、道の区国などに飛び地があるため実質的には減放で、犯罪性の悪化を招いた。正峰は、清順の後見人として反省に努めたが、官報3年に死去した。延長元年12月11日、小平大乗順は病死した。数へ10歳であった。 幼少であったため将軍おまみも果たしておらず、四次も定めていなかった。末期王子が認められる年齢でもなく、榊原家は断絶の危機に陥った。そこで、榊原家は、幕閣から内密の了承を得て、小平太の伊母帝で一切下の富次郎聖獣を、小平大乗順とすり替えて、家の存続を図った。ありがとうございます。